デフリンピック、その名の通り、ろう者デフのスポーツの祭典。パラリンピックと同じように4年に1度、2年ごとに夏と冬に開催されている。2017年の夏季大会では21競技が行われ、日本は合計27個のメダルを獲得した。今回は日本ではあまり知られていないデフスポーツの世界を紹介していく。今回紹介する競技はデフフットサル。一般のフットサルと競技ルールなどは全て同じだ。毎年世界大会が開催されているほど人気も高く、今後デフリンピック正式種目への採用に向け調整が進んでいるデフスポーツだ。今回は女子日本代表監督と日本代表選手にインタビューを行った。東京都立大学健康福祉学部では、すべての都民が生き生きと生活活躍できる都市の実現のため、パラスポーツの理解促進とその拡大を目的としたさまざまな企画を行っている。今回2025年に日本開催を目指しているデフリンピックの競技を中心に、デフスポーツの魅力とろう者の抱える葛藤を紹介していく。デフフットサルは、聴覚障害のある方が、やる、フットサルのことを、デフフットサルと言います。日本ではデフフットサルをやってる人数っていうのが200人ぐらい、今大きな大会が2つあって、ろう者体育大会、あとは全日本ろう者フットサル選手権っていうものが1年に1回あって、で世界的な大会でいうと4年に一度、デフフットサルのワールドカップが開催されていて、2019年、スイスのデフフットサルワールドカップでは、女子代表が、5位という結果で、また、次の2023年の、ブラジルで開催されるワールドカップで男女ともに、世界一を目指して活動しています。実はデフフットサルのルールって健常者の、フットサルと、何ら変わりはなくて、細かいルールもほとんど同じになっています。で唯一、違う特徴的な部分は、必ずあの補聴器を外さないといけない、ほぼもう会場に入る時点で補聴器を外してないと、失格になるっていう大きなルールがあるので、数字的な部分でいうと、その日本の大会と国際大会によって何デシベル以上が参加資格があるっていうところのちょっと差はあるんですけれども、その補聴器を外すっていうことで全体の公平性をまた保っているっていうのが大きなルールがあると思います。これ多分あの耳が聞こえない人たちだからこそ使うとは思うんですけど、何か相手に、意思を伝えたいとかコミュニケーションを取りたいっていう時に、相手が背中を向けてたら自分に気づかない、そういう時に床を、足でドンと、蹴ることの振動で相手に、自分が何かを伝えようとしているっていうのを、気づいてもらう。それはこうすごく特徴の一つかなと思いますね。スポーツにおいて音は重要な要素だ。監督からの戦略指示や相手の動く音など戦う上で重要なポイントだが、デフアスリートは音のない世界で戦っている。そんなデフの世界ならではの苦労を聞いてみた。どちらかというとろう者のみんなの中に僕が一人ポツンと入った。選手たちは手話で、楽しそうに会話をしている。でその中に当然やっぱその輪に入れないですし、まずやっぱり手話ができなかったので、こう黙ってるしかないっていうのも含めて、クリテ無口で、あとすごく壁を変えてまた
全然食べらない、笑わない。ちょっと話しかけにくいなっていう感じだったと思う。でも話してみれば、あ、違うんだっていうギャップはありました。まずまあ選手たちは明るいなと。で特にこう障害を持ってるから、何か、こう塞ぎ込んでるっていうような様子はもちろん一切なくて、常にまあフットサルトレーニングをやる中でも、まあ、いい意味で楽しんでるのが、まあ、表情にも伝わってくるのがすごくまあ印象的だったなと思います。例えばフットサルの戦術的な部分だったりっていうところの本質が手話通訳を通してしまうと、僕が伝えていることを全て通訳の人が理解してそれを手話にしているわけではないケースがあるので、そうすると本当に伝えたい部分が結構曖昧なまま選手たちに伝わったり、少しずれて伝わってしまったりはするとは思うので、そういう部分を考えると当然やっぱり僕自身が直接細かな部分に対してもアプローチしていけることがまあベストだとは思うので、今以上に手話を覚えていくことは必要かなとは思います。手話ができないスタッフが最初に入ってきた時に、やっぱり手話ができないからコミュニケーションに臆病になってるところがあって、例えば子どもたちとイベントをやった時なんかは、すごい「イエーイ!」とかってできるんですけど、教えていただいたりコーチとかに対して「イエーイ!」とかっていうのはできないのでなので何だろう、どう距離を縮めるっていうか、なんか仲良くなるとかじゃなくて、コミュニケーションをお互いに積極的に取れるようにしていくのかっていうのが難しいなって思っています。伝えたことを選手たちはしっかりと理解できていないのに、それをどこか曖昧にしたまま終わらせてしまう選手が多いなとすごく感じました。お互いの向き合ってやるとチームでやろうと思ってることの中でも腕が起きてしまう、やりたいことだと思ってたのに一旦はちょっと違ってたっていうことがあって、それはやっぱりいやの中で勝っていくにはどこをなくたらとダメだろうと思ったから国にいるようになりました。障害に対してとか相手を理解できてるかできてないかの差で自分の行動も変わると思うんですよね。それはスポーツに限らずきっと世の中の障害を理解してるかしてないかできっと周りの人たちの行動基準っていうのは変わっていくとは思うので、そこがきっと障害、まあ、あるなし関係なくその共生社会みたいないろんな壁がなくなっていく一つの大きなラインなのかなと。理解してるかしてないか、理解こないイコール言わたらんとダメっていう意味が多分あると思うんですけど、どうしたらくって一段だったり、今はスマホがあるのでそのメモ機能を買ったりとか売ることでコミュニケーションが取れるんだっていうのはきっといいんだというふうに思いました。困ってることは2つあります。1つ目が、やっぱりコロナということもあってマスクをしなきゃいけないっていう生活で、それはやっぱりろう者にとってはマスクで口が見えないっていうのはとても怖いことで、やっぱりコミュニケーションが取れてるのかっていう心配があるので、そこが一番
今この状況で感じていることです。で2つ目は電車の中のアナウンスがやっぱり、半分ぐらいか分からなくて、なのでそのアナウンスで駅名、普段であれば駅名とかで降りる駅だって分かるんですけど、やっぱり携帯で位置情報を使って駅を確認したり、または電車でアプリと駅の到着時間に合わせて確認したりとかいうふうにやっています。アニメに字幕つかなくて見たいアニメがあっても字幕がついてないから諦めることがいいです。仕事が終わって会社に行くときに雑談なのか必要なことを話してるのか分からなくて、お先に失礼しますのタイミングが全くつかめないっていうのが困ったです。今何の話してるんですか、もうちょっとタイミングが分からないなみたいな。自分たちもどうしたらこうそういう時間が減るのかっていうのは分からないで、分かってたら多分今頃はもう解決してると思うんですけど、それを考え続けてくれるのが一番嬉しいかなって今は思います。健聴者がいかに音に頼った情報取得をして行動しているかがよく分かったかと思う。この動画を通じ聴覚障害への理解が進むとともに、より多くの人がデフスポーツの魅力を知ってもらえたらと思う。世界で戦うデフスポーツ選手たちをぜひ応援してもらいたい。